里崎チャンネル。こんにちは。さてさて、今日はですね、はい、相性の話です。相性、はい、あ、ニックネームとかの相性ですか？いや違う、この何ていうんですかね、相性がいいとか悪いとか、よく言う、よく言うじゃないですか、はい、それの話です。はい、だから前はね、野球界で言えばソフトバンクとロッテがね、はい、ソフトバンクがロッテに相性悪いみたいな、うん、でしかも今首位争いしてるじゃないですか、はい、1ゲーム差っていうところで、この相性とは何ぞやっていう話です。相性、いやでも野球に限らずいろんなところで相性って使いますよね。使うじゃないですか、うん、でもその相性のじゃ悪いのの、はい、根本的な定義っていうか、うん、要因っていうか、はい、理由って、うん、正確に答えれる人っていなくないですか？まあ、確かに人と、私あの人となんかあんま相性良くないんだよね、うん、とか言うことあるじゃないですか、うんうんうん、めっちゃフィーリングですね。だからもう感覚でしょ。感覚です。感覚と結果でしょ、はい、結局はスポーツだったら、うん、対戦成績がいいとか悪いとか、はい、あとはもし個人と個人だったら、うん、もう感覚じゃんね。感覚です。だからもう理由ないんだよね。ないですね、その中に、はい、でも理由をつけたがるじゃんね。ああ、はい、何かしらのスポーツとかだったら、うん、だからもしロッテだったら、あの鳥越さんとか、はい、あの清水雅美さんとか、うん、そのコーチが、はい、ロッテに行ったからやとか、うん、ああそうですね。でも、うん、そっから発展しないんだよ。え、どういうこと？行ったからどうなったんやっていう、うん、ああ行ったから相性が悪いって言ってる。行ったからその情報が漏れて、うん、それで全部弱点見抜かれて、はい、でじゃあ何のみたいな。おでもそれ言ったらよ。あ、なるほど、うん、ロッテからも、はい、吉鶴さんはソフトバンクに行ってるし、はい、でコーチだったら松山さんもソフトバンク行ってる、うんうん、で立花さんも伊藤さんの時コーチだった人もロッテ行ってる、はい、で日本ハムから吉井さんはロッテに来てるっていうのもあるし、はい、うん、コーチなんてめっちゃシャッフルされるじゃん。はい、じゃあ全部そうなってますかねっていう。あ、コーチが移動することによって、まあいろいろとなんかまあいい良くなったり悪くなったりってまああるのかもしれないですけど、うんうん、そこがまあそのよく言う相性に直結するかって言われたら、まあそんなことはない気はします、ね。俺もそんなことない気がするの。だってそんなコーチなんてめっちゃ入れ替わってるのに、はい、そのチームもうコーチトレードみたいなのもいっぱいある中で、うんうん、それがそこだけがフューチャーみたいな。はい。ね、うん、でちょっとむって思うの俺はね、はい、うんうん、でも結局俺は相性を考えたの、はい、え、相性の定義ですか？うん、うん、結局、はい、言い訳っていうえ、どういうことですか？あ、相性っていう、相性が悪いって出すっていうのは言い訳だってことですか？そうです、そうです。おー、基本ですよ、はい、まあ、僕もね、相性がいいピッチャー悪いピッチャーとかいるんで、はい、それ言いますけど、うん、結局人のせいにしてますよ。相性の悪いって人のせいにばっかりしてないですよ。あ、もう確かに相性が悪いから負けるであって、うんうん、自分は悪くないよって言ってるような気もしますね、うん、だからその相性でも、うん、じゃあコーチがそっちに行ったからやとか、はい、あとはその何て言うんですかね、球場が嫌いやとか、うん、っていう、はい、人のせいばっかりしてるんちゃうかっていう、うん、あ、そうです。個人と個人のやつも相性も、うん、何とかが嫌いやからって人のせいにしてないですか？確かにそうですね。あ、確かに。でもそう思ったら相性がじゃあ悪い相手に対して自分が何かを変えれば相性良くなるかもしれないけど、うん、そのリアクションってしなくないですか？あ、確かに相性悪いで全部片付けてる気がしますね。でしょ、うん、で結構、まあ、僕もそうですけど、はい、人のことばっかり言えないですけど、はい、相性って言って人のせいにばっかりしてるんですよ。あそこはあれやから好きじゃないとか、うん、あれがやりづらいとか、はい、ここってめっちゃやりづらいよねっていう、うん、え、じゃあっすよ、はい、改善しようよっていう分かってんだったら、うん、そうですね。で、はい、まあ、ソフトバンクロッテ戦だけに目を向ければ、はい、今年がソフトバンク、うん、去年はねもう対戦成績悪かったんですけど、去年ちょっと今年みたいに全試合見てるわけじゃないんで、はい、ちょっと断片的なんですけど、うん、まあ、去年も僕のその断片的な思いと今年もそうなんですけど、ソフトバンクがロッテに弱い理由あります、はい、お、その相性が悪い理由ですか？相性じゃないです。弱い相性じゃない、はい、ロッテに勝てない理由あります。ああ、そうなんですね。はい、はい、それはこちらです。自滅、はい、え、ソフトバンクが自滅してるってことですか？そうです、そうです、はい、フォアボールもいっぱい出して、うん、勝負どころでエラーして、はい、でまあ、もちろんね、うん、それだけじゃ
負けないですよね、うんうん、でもそれをことごとくものにされてるんですよ、うん、ロッテに、はい、ロッテがそこをねことごとくものにするっていうところがまず大事なんですけど、うん、相性が悪いわけじゃないんですよ、うん、フォアボールいっぱい出して、はい、勝負どころでエダーする、うん、それは負けますってそれは相性ですかっていう相性俺はねもう相性で負けるんだったら、はい、俺らは完璧にやってると、うん、でも勝たれへんと、はい、は相性でいいと思う。確かに確かにそうですね。相性が悪いっていう中にはちゃんと理由がありますね。そういう死滅してるっていう、うんうんうん、だから、はい、そこに目を背けて、うん、相性って言ってたら、はい、もう一生克服できないよっていう。そうですね、うん、いやなんか相性が悪いって言って片付けてるともうその先何もできない気がしますね。そうなんです、うん、じゃ相性悪い結果出てないわけでしょ、うん、じゃ結果出てないなんでやっていう、うん、でそれじゃもう今年のソフトバンク全試合見てると思うのは、はい、フォアボール、エラー、これです、はい、いやその中でもね、はい、それはガチでやって負ける時もありますね、うん、でも結局そういうので流れが悪くなって勝ちきれなくなる、うん、でそれで相性が悪いっていう、うん、あ球場周りに風吹いてやりにくいなとか、うん、あなんとかかんとかこうやりにくい見えにくいなエラーするやっぱり見えにくいからなあやりにくい風がとかって言ったら、はい、もう人のせいばっかり。そうですねなんかまあ、そういうのが続くとイメージが悪くなっちゃってるっていうのはあるんですよね。そうですよ。で自分でマインドでネガティブマインドにしていってるんですよ、うん、要は全部相性っていうのは僕の定義ね、うん、それはもうみんなが思うんでみんな人それぞれにあるんでそれは賛否両論あると思いますけど、はいうん、僕の定義はあの相性が悪いのは全部自己ネガティブ責任です、うん、自分でネガティブにしていってます。あ確かに。だから相性が悪いと思わないでよし今日は勝ってやるぞぐらいの感じで、そうそう今日は取るぞぐらいの感じでいけば、そうそうそうやるべきことやったと、うん、もうこれ以上できることないぐらいの必死でやったけど、うん、ずっと勝たれへん、はい、それは相性が悪いんじゃなくて能力がないだけのそれだったらね、はいはい、でも能力がある人たちっていうのは、うん、そういうのないわけよ、うん、でも能力がある人同士で戦えばそうなるんですけどコロナ禍の流れあるときにやっぱミスとかっていうのは一気に自分たちの能力を落とすじゃん、ねうん、だからねソフトバンクがねロッテに弱いのはね相性じゃない、うん、自滅です。だから俺はねいつよくもう取材で気づいた、はい、もう俺はもうずっと前から気づいてたけどまあまあいいかと思って予選いっぱい喋ってるから、はい、今これ何分なんだろう。8分経ちました気づいた、はい、俺はもう前々から気づいてたけどあ届かへんから毎日から言わなかったんですね。あのやる前に寄せたから押してるもんやと思ったらそれをこっちに自分の方に寄せて押してるもんやと思ったらでかかってみてあ何分くらい喋ったかなあれ奇跡の押してない、うん、ああまあ一回結構喋ってるからっていう。はいすいません。相性悪いのかな。いや私ねこの時計とね相性悪いと思うんですよね。そうなの、はい、時計じゃなくて見えてないもんね時計がね。そうこれやっぱね白いからねあの机と馴染んじゃうんだよね。じゃあ次から赤にするけどそうしたらどんどん押せるかもしれない言い訳ですね。やっぱ相性が悪いっていうのは言い訳ですね。これはそうなんですよ。だから僕はね、はい、ソフトバンクが相性が悪いって言ってる限りは勝てないと思う、はいうん、で僕もその相性が悪いのは何でなんですかとか、うん、コーチが言ったからですかなんて、はい、まあ多少なりともねその影響はあると思うよ、はい、そういうのでいろんなデータが回って対策立ててっていう、うん、それもちろんあの影響あると思う。でもこっちもそれの対策立てればいいわけなのに、はい、それをもう立ててなかった方が回れないし、うん、そこは相性ですかっていう問題もあるし、うん、で俺はいつもそうやっていやミスとフォアボールばっかりするからねって言ったら、はい、相手はそんなコメント求めてないわけね俺になんて言ってほしいんですかね。いややっぱそのこういうとこやっぱそういうコーチが変わったのかとかあとかやっぱそういう相性が、うん、なってるんじゃないですかねみたいな、はい自滅だからねって俺は言っちゃうんだけどだってもうそれが事実だから、うんうん、結局はね、うん、だそういったところを改善しないで相性相性って言ってると、うん、周りも含めてね、うん、俺はもう勝てないと思うよ。このままいったらロッテが逆転する可能性もあるし、うん、もしそれで1位守ってクライマックスになったとしてもそこで負けて日本シリーズには出れなくなっちゃいますよっていう。だってあとねロッテで言えば楽天と相性悪いって言われてるんですよ、はい、6勝12敗、うん、ここはもう理由簡単、はい、鈴木大地と浅村にあんだけ打たれたらそれ勝てないですよってそう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 、うん、それは相性悪いんじゃないっていう、はい、それ相性じゃないでしょ。そこも相性って言うやついるんだけど、うん、相性じゃないでしょって、はい、鈴木大地と浅村にあんだけ打たれたら、はい、勝てませんぜっていう。いちょっと調べてみるわ、まあ、じゃあ対策として鈴木大地選手とか浅村選手をどう抑えるかっていうところを立ててないから負けるわけであって、うんはい、
別にそこ相性とか仙台行ったらずっと負けるとか、いや相性じゃないよっていうね、理由は明確っていう。そうなんそうなんですよ、うん、だってあの今日月曜日だけど、はい、昨日までの3連戦であの西武がね、うん、楽天に3連勝したんだけど、はい、浅村ノーヒットだからね。いやそうなんですよね、そう西武戦で鈴木大地は金曜日の1本のみっていうところで、はい、いや結局そこが機能しなかったらやっぱ勝てないわけさ、うん、はい、でそれを抑えれてるじゃんね、うん、で要は相性が悪いんじゃなくてそこに打たれるからっていうだけであって、はい、だからチーム別打率としても要は西武にね2割7分4厘打率が浅村、対浅村、はい、であのハムが3割、うん、でオリックスが2割4分5厘、はい、でソフトバンクは2割2分7厘と、うん、そんな打たれてないじゃんね、はい、ロッテ4割3厘えそんな打ってるんですかロッテから。すごいホームランね11本ダブルスコア2位がオリックスと日本ハムの5本だからね、はい、で打点31だからね。そうすごいですね。だってホームランでフォアボール16っていう、うん、結局フォアボールも出してるわけ。一番フォアボール取ってるの、はい、うん、浅村ロッテ戦がね、はい、だからそこの対策をもっとすれば勝てるっていうことですね。出塁率5割3分2厘だからね。わお、他のチームは4割以下よ全部、はい、高いところもあるけど長打率なんて10割だからね。10割あるみたいな。え10割ってことあるんですか。 OPS 10割10…なんて読むんや、 1.532 だから15割3分2厘15割3分2厘 OPS なんて。得点圏打率5割よ。相性いいとか悪いじゃないじゃん、はい、浅村に打たれてるだけよ、はい、そもそもね、はい、だそれ理由明白じゃん。だからそこを抑えるようにもっと、うん、対策戦略とか対策立てていけば、うん、打たれなかったらあの負けないんだ、うん、で鈴木大地ね、はい、まあ、鈴木大地西武3割6分4厘ソフトバンク3割6分8厘って打ってて、うん、で日本も3割1厘でオリックスが1割3分1厘と、はい、オリックスは打ち取られてるんだけど、うん、ロッテ戦ね、はい、なんと4割3分8厘、はい、すごい唯一の、ヒット32本ダントツ打たれてます。へえ、ホームラン3本しか打ってないのにロッテ2本打たれてます、はい、で得点20と、はい、で OPS も10割超え。お唯一ロッテに対してね。でも鈴木大地選手ってもともとロッテにいた選手ですから対策はなんか立てやすい気がしますけどね。そうだ、自分たちのチームじゃん、うん、そこは立てないのっていうね。だから結局ね、はい、コーチとかもそうなんだけど、はい、都合のいいとこだけ取って、うん、都合の悪いところは消してんのね、はい、じゃあそこ鈴木大地抑えれるじゃんみたいな逆に鈴木大地がチームのロッテの選手知ってたから打たれへんとかにしますかみたいな。まあ、確かに鈴木大地選手はロッテのピッチャーのことは今よく分かってるから打ちやすいかもしれないけど、相手も鈴木大地選手のことよく分かってるから抑えやすい、抑えやすいっていうところもなるじゃんね、うん、そこでデータを活用しないっていうところは目つぶりますかみたいな、うん、世間の皆さんとか、うん、だから結局は負ける原因はあるわけ、うん、それは相性でもなければ別にいいとか悪いとかそういう問題じゃない、はい、明確な理由があるわけ、だからそこを潰していかなきゃいけないわけ、うん、だからソフトバンクとしてはやることは一つよ、エラーしないで、無駄なフォアボールゼロは難しいですけど、はい、だって昨日10個よ、四死球、10個みたいな、四死球、みたいな、だから要はフォアボール出さないで、勝負どころでエラーしないように、やっぱしていくことが大事じゃんね、はい、だそういうところでは、まあ、どういう戦略立てるのかは、もう今からエラーしないように練習するのは無理だから、うん、そういったところは、こまごまと練習して補って、コーチ陣はサポートしながら、どういうふうに組み替えていくかが勝負だし、フォアボール出さないようにどうするかは、バッテリーコーチも踏まえてやらなきゃいけない、キャッチャーもそうだし、フォアボール出さないような配球しよう、そうなったら打たれる危険性はあるけども、そっちの方が俺はいいと思う、僕はね、っていうのもあるし。じゃあロッテが楽天にっていうところになってくると、浅村と鈴木大地を抑えるようにもっとバッテリーコーチも含めた研究しなきゃいけないんじゃないの、スコアラーも含めた戦略実はどうしたのみたいなね、ところもあるし、はい、そういうのを潰していけば勝てる可能性が増えるよね。それって相性ですかっていう。そうですね、ただなんか原因を見つけて改善すればなんか相性が悪いっていうね、一言で片付けられないってことですね。人間同士って無理に改善しなくてもいいじゃん、はい、無理にそんな改善する疲れるだけじゃん、はい、そうですね、そうだ、人間同士の相性はもう悪かったら悪いでいいじゃん、はい、うん、それがもうどうしてもね、はい、よくしたいんだったら頑張ろう。そうですね、うん、まあ、でも人って性格変えるの難しいですから、うん、もう性格の相性はしょうがないです。そうそう、でもスポーツとかは勝っていかなきゃいけないから、はい、その相性とかで言ってたら勝てないよっていう一緒に、そうですね、
ちなみに佐藤さんは、まあ、相性が悪いって言い方は良くないけれども、うん、なんかそういう人いたんですか、ピッチャーとか人、はい、あの選手だから、改善ができなかったってことになるのかな。まあ、俺はコーチじゃないから、はい、使える選手だけ使えればいいから、はい、無理にその人を改善する必要ないじゃん、コーチじゃないから、はい、だからほっとくよね、うんうん、だから別に言っても言ってもこれ無理やなって思うやつには言わない。あ、そうなの。コーチじゃないから、はい、で俺ナルセに言われたもんね、サッサン、サッサンが無理やと思ってるかもわかんないですけど、向こうはサッサンからの意見が聞きたいと思ってるんで、うん、もうちょっとアドバイスとかしてあげた方がいいんじゃないですかって、はい、で言われてたナルセに。まあ別にコーチじゃないから、そうだって俺コーチじゃないから、それやっぱコーチの仕事だから、はい、まだ俺張り切って言ってたらまだごちゃごちゃ言うやん、うんうん、しかもどうせ言ってもできんぜあいついやでもさっさんそれ分かってるんですけどね、でも言ってやった方がいいんじゃないですかって言われて、へー、まあじゃあ仕方ないから、じゃあ一回は言ってやるけど俺は多分無理やと思うよって言って、うん、って言って、まあ言いに行くけどね、はい、あ、言ってあげるんですね。基本できないやつには言わないもんね、多分言ってもできない、うん、俺時間のこと、俺コーチじゃないから、コーチだったら言うよ、はい、めっちゃ、うん、コーチじゃないから自分のこともしなきゃいけないのに、はい、そんな無理なことキャパオーバーでしたくないの、うん、まあ、そうですよね、うん、選手としてはそのバッターとして、うん、なんか相性悪いなと思う、いや、もうグリーン、グリーン、ああ言ってましたね、日本ハム、はい、どんなタイミング、はい、いろいろ試行錯誤したけど、はい、もう俺の能力じゃ無理だった、はい、あ、もうじゃあもうそれは本当の相性が悪いなんですね、うん、もうの俺の能力でもう早くタイミング取るとか、はい、タイミングの仕方もいろいろやってみたけど、はい、もう一向に合わなくて、はい、まあでも合う時もあったのね、うんうん、でもそれを続けられないっていう多分俺のミスもあったんだけど、はい、その合うその微妙なラインはあったと思うの、うん、だそれがクライマックスとか、はい、大きい試合ではできたの、うん、へー、だからやっぱりそのあー明日グリーンか嫌やなって思ってるのが、うん、俺が打てなくした一番の要因やと思う。結局はそこで嫌やなと思ってる時点でもう負けてると思う。やっぱ相性が悪いって言っちゃうと、うん、マイナスイメージが降りてくるんですね。そうそう、でクライマックスの時は、うん、じゃあなんで打てたかっていうと、はい、嫌やなと、もうグリーンでも何でも打つしかないみたいな、はい、そんなこと言ってる場合チャンスはみたいな、はい、もう無理の試合やぞみたいな感じだから打てたと思う、はい、だ普段は嫌やな、明日グリーンがまたグリーンが嫌やな、でなんもどうやってやろうかなって思ってるから多分打ててないと思う、うん、だその時点で負けてる、だからもう全部は俺のせい、はい、そうやって思ってるから、うん、でもクライマックスで打てたのは、はい、それだもん、相性とかじゃない、もう打つしかないと思ってるから、はい、そのモチベーション全然違うじゃん、うん、だからそこやと思うね。いやもう結局は気持ちってことですね。そうだね、だからもう負けたと思ったら、はい、多分負けだよね、うん、だから浜田さん、例のやつ言ってやった方がいいんじゃないですか。え、相性の、あるじゃないですか、安西先生の、あ、ちょっと表現変えて言ってやってください。表現変えて、ちょっとね、いきなりの無茶ぶりで表現変えて、相性でね、相性でですか。そう、相性、ちょっと表現変えて言ってください。はい、元これでもう締めですからね。はい、これでバシッと終わっちゃう。はい。はい、いきます。相性が悪いって言ってたら、そこで試合終了ですよ。